3年ぶりの一楽ラーメンだってばよ。ナルト、ちょっと待って。ま、どうしたんだってばよ。あのさ、今から私と手合わせしない？いきなり何を言い出すんだってばよ。さっきの演習見てて、あんたの修行の成果を私も確かめたくなったのよね。ね、だ、確かに俺もさくらちゃんがどれくらい強くなったか気になるけどさ、でもさ、さくらちゃんとはな。あんたが勝ったらデートしてあげてもいいんだけどな。ね、それを早く言ってほしいってばよ。手合わせしてくれる？オーケーオーケー、手合わせだろうがなんだろうがやってやるってばよ。それじゃ早速始めましょう。悪いけど本気出していくぜ、さくらちゃん。開始。勝ったってばよ。あんた本当に強くなったわね。さくらちゃんもね。それよりもさ、デートデート。はあ、約束だからね。デートに付き合ってあげるわよ。やった。いいけど、すべておごりだからね。あ、はい。さて、それじゃとりあえず一楽に向かいましょう。ラーメン食べに行くんでしょ。あ、おい、本当に強くなったわね、ナルト。さくらちゃんとのデートと久しぶりの一楽ラーメン。俺ってばこんなに幸せでいいのかな。よし、そんじゃ一楽に向かって出発だってばよ。Yeah.
にこっちで会ってんのか。うん。俺があそこについて誰よりも詳しいことはお前も知ってるだろう。まあそりゃそうだ。さて始まりだな。加減が抜けたっつうか。いや全然変わってない。さくらちゃん、なやっぱりひでってばよ二人とも。そういやそろそろ始まるぜナルト。お前どうすんだよ中忍試験。中忍試験？俺らと同期で中忍になってないのお前だけだぜ。じゃあさくらちゃんも中忍？そうよ。ついでと言っちゃなんだが、一級上のネジと砂隠れの勘九郎とこの人はもう上忍だ。こら、何街中で騒いでるんだ。ゆるか先生。まったく、この3年でお前も少しは成長したと思って。はあ、久しぶりだってばよ。ゆるか先生も全然変わってねえ。落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってみんな中二になったのに俺だけ。まあ落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるよ。え、お前帰ってきてまだ一楽ラーメン食べてないだ。今日は修行終了祝いを込めて何でも奢ってやるよ。やった。お前たちもどうだ、一緒に食べないか。いや俺たちは別件があるからいいっす。私も今回は遠慮しておきます。あれさくらちゃん、俺とのデートは。今日はイルカ先生に付き合いなさい。3年ぶりなんだから。あんたとの約束はまた今度ね。分かったってばよ。約束絶対忘れないでくれよ。はいはい。さてそれじゃ一楽に行こうぜイルカ先生。中忍で俺だけ下忍か。なんか置いてきぼり食らったってばよ。
まあそう落ち込むなよ。お前なんかあのジライア様に直々に教わったんだから。そりゃそうなんだけどさ。ずいぶん強くなったんだろ。よかったじゃないか。あ、そういえばガーラはどうなったんだってばよ。あいつのことをまだ聞いてなかった。ああ、あの子はちょっと特別だ。ん？特別ってどういう意味？実はな、